では、お答えい,いたしましょう。十一レース男子優勝戦、六選手の登場です。一号艇中村亮太選手。大きな拍手お願いいたします。二号艇山田哲也選手。三号艇大橋純一郎選手。四号艇川上武史選手。五号艇星英二選手。 六号艇、森永隆選手ですどうぞ皆様、大きな大きな拍手お願いいたしますはい、ありがとうございますでは中村選手は中央に、他のご選手は一緒におかけください、はい、優勝戦一号艇の中村亮太選手です、こんにちはこんにちはよろしくお願いしますお願いします、はいえー、今節は一番最初の全県から 手応えはいかがでしたかいやさほど出てなかったです最初は出てなかったはい自分の調整をしてみていかがでした調整もあんまり合ってなかったんですけどまあ整備してよくなりました全部上がりました全部上がったんですけど今下がってますで整備しました整備してはいで優勝戦の時はうーんちょっと締みて締みます 下がったっていうのは、その乗って感じた。<laughs> いや、乗ってなくて。ええ、あの、昨日の状態で下がってたんで、もう整備したってことです。あ、じゃ、もうわかるわけですね。まあ、伸びが悪かったんで。ええ、はい。伸びが悪かったところを、考えてやったということ。じゃ、周り足、出足、あの、レースの実践足はどうなんですか。まあ、いいと思います。それは。はい。スタートの見え方、感覚は。いや、全然いけてないですね。はい。あ、じゃ、今日はもう、しっかり。 そうですね。1>, ええ、1丸狙っていきます。1>, 1丸狙ってね。はい、まあ、ああえて聞きますけども、1号艇ですからコース。はい。1コースで。1>, 1コース。はい。はい、えー。ファンの皆様に一言お願いしましょう。はい、えー。頑張ります。はい。1号艇中村亮太選手です。ありがとうございます。2号艇山田哲也選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まずスタートから聞きます。今節はいかがですか。 そうですねちょっと遅れてしまっている時もあったので、はい、まあそんなに見えてるって感じでもないです山田選手の中では15を超えるともうちょっと遅れてるっていう感じはい、そうですね。もう何としても一定しないで、えー、全速か全速でないかっていう点で言うとあ比較的、全速でいけてたりはあるんですけど。はい うんそうですね、ちょっと今日は全速でしっかりいきたいです。さあ、えー、その裏付けとなる船足なんですけども、どうでしょう雪刊通して、行き足、伸び関係は、うんあの、中堅よりはいいかなと思ってて、はい、出足が少し甘いので、えー、その辺を調整していきたいと思います。ということは、スタートの時の最初の加速の握り込みがすっとくれば、より、そうですね、あのうん、ターン回りがちょっと欲しいんですけど。はいはいはい 2>, はい、2コースになりそうなので、はい、その辺を求めたいと思いますより欲しいところですよね、もうプロペラ1本に絞って、その調整やっていくんでしょうかはいもうそれだけです。はい、今話聞いていると2コースということ、えー、スタートの目標はやっぱりそう,すると 10? そうですね、10近辺を全速で。はい ファンの皆様に一言お願いしますはい、えー、優勝を目指して精一杯しています応援よろしくお願いしますはい、二号艇山田哲也選手ですありがとうございます三号艇大橋純一郎選手ですこんにちははい、こんにちははい、よろしくお願いしますお願いします、えー、大橋選手はあ今節は手応え的には序盤どうだったんですかそうですね、初日の後半からはもういい感じで仕上がってると思いますじゃあもういきなりいい水準に上がってそうですね、えーはい えー、そさ良さってのはどういうところで現れて、うん、もう全体的にいいと思いますじゃあ、えー、出足も行き足も伸びもバランスが取れてそうですね,ねはい乗り味操縦性もういいと思います、はい、言うことないですねはい、えー、じゃあもう全体的に上位はあるということです、はい、微調整でしょうかそうですねもう回転合わせるぐらいでいいと思いますスタートはあのー、どうですか、えー、今節の感触 んいい感じでいけてると思いますけどね。<ー>はい。となると三コースで。はい。攻めて、はい。そうですね。二、えー、番についていけたらいいなぐらいですね。<あ>はい、スタート。はい。はい。通できますよね。<laughs> 頑張ります。先に行っちゃうとか、はい。それは多分ないと思います。<laughs> なほとないと思います。勝負ですからね。えー、何があるかわかりません。ファンの皆様に一言お願いします。はい、えー。優勝目指して頑張ります。は三、い、号艇大橋純一郎選手です。

ランス的にはあの徐々に良くなってきていると思います。 成績見てると良くて、はい、ちょっと一時なんか一休みあったように見えますけども、はいはい、ちょっとあの日はあの2日間はちょっと展開がなかったですね、運が悪かったですね、それだけですねはいあの、はい、足的な問題はないと思います。で、えー、足のいいところっていうと、全体ですか、なんか特徴があ出足はまあまあいいところいってるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、あの昨日は順位はしっかりあって、伸びとかも良、はい、かったように感じますはいコースいかがでしょうか。 コースですか。はい、あのう、枠近辺から行きたいですけどね。あのピット離れは普通ぐらいなので、多分枠近辺からだとは思います。スタートの感触。あのスタートは今節は、あのすごく決まっていると思います。はい、一定進ぐらいですけどね。はい、ファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝します。応援よろしくお願いします。はい、力強い宣言です。川上たけし選手です。五号艇は星英二選手です。こんにちは。こんにちは。はい。近況、本当に好調です。いつもの自分の。 調整ですかそうですねはい、えー、で期待した通りの感じになってますかうんもうちょっと出るかなと思ってたんですけど、はい、まあちょっと物足りないですねどういうところうん、まあ、乗り味と出足ですかね乗り味自分の操縦とちょっと違うまあそうですねはい、はい、で出足っていうのはレースの中での一瞬の足ですかそうですねあで、えー、ターンを回ってその後一瞬の足があってそれ以降はどうでしょうその後はもう 自分的には納得してるぐらいの足になってますね。はあははあ、は。じゃあもう調整そこに絞ってやっていくと。そうですね。はい、えー。コースはどう考えているんでしょうか。まあ5コースからになると思いますけど。コースから。はい。スタート感。うん、あんまり自信ないです。自信ない、はいえー。ゾーンに入れていくっていう感じ。まあそうですね。はい。いう感じですか。はい、はいえー。ファンの皆様に一言お願いします。 多分四号艇が全部まくってくれるんでしっかり展開取れるとらえれるように頑張ります。はい頑張ってください。四号艇星野二選手です。そして六号艇は森永隆史選手です。こんにちは。こんにちは。はいよろしくお願いします。お願いします。早々たる顔ぶれはいねスパに胸をはい、はいはい、どうですかこのメンバーの顔を見て早々 <laughs> <や>たる顔ぶれですねはいそ,そう。 一人だけ笑ってない人がいるんですけどね。はい。二番。二番。あ、笑ってました。笑ってます。はい。二番燃えてるそうです。ね。船主的にはちょっとなんかニコニコしたくなるような感じですか。船主は普通です。普通ですか。はい。ここまで来れた要因は何でしょう。うんとなんですかね。顔。顔。顔って後ろで言ってるんです。顔ではないと思うんですけど、ま。 たまままだと思いますレースの内容的にはどうですかまあ内容はそうですね納得のいくレースもいかないレースもあるんですけどいろいろあるはい。わ足はじゃあ普通は十分にある普通は十分にありますいいところポイントで挙げるとしたらうんとバランスが取れてるぐらいですか、ね、なるほどねはい、はい、さあ、えー、6号艇です、まあ、コースは6コース、はい、ですね はい、そうですね。から思い切っていきます。スタートは。スタートはちょっとずつ届いてないんで、今日は思い切っていきたいと思います。一本早いの言ってますけども、あれはちょっと失敗したんで。はい、あれぐらい、あれぐらいはいけないですけど。あれは早すぎるんで、まあ、十全速でいければと思います。はい、ファンの皆様に一言お願いしましょう。はい、地元なんで一生懸命走ります。応援お願いします。はい、このテーマ、森永選手です。ありがとうございます。 えー、ということで、えー、率直にね話をしていただきました6名が11列を走ります選手はキリスネがいます優勝戦1号艇中村亮太選手2号艇山田哲也選手3号艇大橋純一郎選手4号艇川上武史選手5号艇星英二選手6号艇森永隆選手です拍手でお送りいただきます選手は退場ですありがとうございます